私戦います。私頑張っちゃうよ。陰陽の術の出番だな。神仙サジ、そのサジから怪物の実態を。どういうことだ。あれはしかしそう。やけに敵の数が多い。聞いていた話と違うぞ。守り抜いた。思いのほか早い。よほど怪物に会いたかったと見える。何の悠長だ。敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ。至難の始まりよ。怪物を駆使した戦い方、小生が解いて信ぜよ。天空の覇者よ、群がる敵を焼き尽くせ。静舌に。すげえ、なんだありゃ。それとも獣なんだ。まか不思議なる存在よ。異世界の神がこの地に介入したことで現れたという。さすがの働きよ。そなたならこの戦場も平らかにできよう。行くぜ相棒、片っ端からぶっ潰しめ。かかる武者がおったか。天空の覇者よ、敵陣を焼き尽くせ。いい手打ちだ相棒。誰が一番派手に暴れるか勝負と行くか。サージ、怪物の依頼は分かった。だがどうやってこいつらを手なずけた。彼らはもとより人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろであり、よすらを求めておる。なわしひとたび己が主と見定めれば、誰であろうと従う性質を持っておるのだ。今ひとつ釈然としないが、要は擦り込みのようなものか。こいつらを操ってるんだ。誰か早く止めろ。幾番の兵力にも値する圧倒的な力。手策の幅も広がるだろう。将軍
おめえなら当然の働きだな。頼りにしてるぜ。砦は突破した。余勢を借り、この地から敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるがいい。触りたい。その羽はどんな感触だ。天空の覇者の魂が是と叫んでいる。撫でてやれ、誠実に。柔らかい。はい、ごめん、あるし、これはあるぞ。国はだ、異常風が多いのか。魔道が良いわ。寡黙の主、気に入った。ひとときの座標じゃ。さあ、行こうか。おい、よせ、玉張った。活躍なくば我らに勝利はないだろう。今だ、戦場に混乱を呼べ。力を示す。荒ぶる闘志と怒り、誠実。魂の声すら届かぬか。離れてください。落ち着け相棒、わしの言うことを聞きやがれ。見たであろう、あれがこの世界におる三種類目の怪物。やつらを操れるのは自分だけだと思うな。貴様、向こうも怪物を引き連れてきやがった。頼もしい怪物も敵となれば今日心して当たる必要があろう。人の身で怪物に当たるわけさ。奴らを倒すには先ほどのように。さすがは周後期、怪物を敵に回したならば操る者を撃つが上策。現在怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。さすがです。俺も続きましょう。頑張ります。すげえじゃねえか、大将。人間の戦とは随分勝手が違うな。かつて学んだ兵法などまるで役に立たんか。大丈夫だ、シュー。俺たちなら怪物だって倒せる。ちなみに前にもこんな目にあった気がするんだよな。好きにやれると思うなよ。お前は私が認めた勝だ。これぐらいの働き当然だな。どうだ、万有だったか。
なんてよ。